Skating to Disco Revival, representing Italy. Please welcome now Barbara Fusarpoli and Maurizio Margaglio. オリジナルダンスが終わって3位につけています。イタリアフーザルポリ・マルガリオ。イタリアのフィギュアスケート、オリンピックの初めてのメダルを狙います。恋のサバイバル。フーザルポリの泣きながらのフィニッシュというのは初めて見ました。普通にやっていれば
上がれたであろう表彰台の足を踏み外しました。残念でしたね、本当に。どんな時にも明るく楽しくおおらかさたっぷりのこのフーザルコリですが、おそらく最後でありましょう。オリンピックの舞台で手にしていたメダル、あそこ以外は見事でした。そうですね、素晴らしい、あの明るい雰囲気で本当にシャープで素晴らしいプログラムだったんですがね、残念でしたね。イタリアの期待、イタリアのフィギュア悲願、イタリアフィギュアスケートオリンピック初めてのメダルの期待を背負ってそこまで来ていたフーザルポリ・マルガリオ。無念さは隠しきれません。ここです。男性が前つま先の方へつんのめってしまいましたよね。あの練習の時からですね、樋口さんが再三指摘していた女性のスピードに男性がついていけないところがそうなんですよね。女性はもう本当一番じゃないかと思うほど素晴らしいんですけど、はい、男性の方が少し足元が、あ、今もちょっと前の方へ乗ってしまいましたよね。そうですね、はい、やっぱり女性のスピードにちょっとついていけないところがあるんじゃないかなと思うんですよね。はい、はい、うん、僕も私も6年ぐらいこのフーザルポリマルガリアのカップルを見てますがこういうフィニッシュはねえ、しかもオリンピックの最後の舞台で、ね、第一採点テクニカルメリット、やはり点が伸びきれません。ただ第2採点のプレゼンテーションはかなりの点が出るだろうと思います。5.8 から 5.9 も出ましたが、まあ、しかし9人のジャッジのうち8人が2位ですけれども1人は3位をつけました。トップのアニシナ・ペーズラとは少し間のある2位です。そうですね、残念でしたね。Representing Canada.